はい、引き続き今20時45分になったところですね。ノワール、全体でいうとこれが6回目です。 BGB の876になります。本日2回目です。はい、やっぱ面白いですね。はい、なので、できる限り、はい、グループブレイクにケースは回したいと思います。なのでぜひご注文くださいね。はい、じゃあ、ドラフト形式です。過去4回5回と一緒です。はい、抽選してドラフト順位を決めてから、開封いたします。ワンケースからカードが40枚、まあ、サインカードは12、3ぐらいですかね。あ、まあ、大体12ですけどね、最低基準がね。はい、出ます。そちらを、まあ、一つ一つ置くような感じ。たまにさっきみたいにね、タグの101とかベースの101とか出た場合は、それプラスジャージとかになる場合があります。まあ、開けてから店長が後で考えます。まあ、うん、そうですね。なるべく、ね、ギャンブル性高くならないように、はい、一応やっております。はい、じゃあ抽選いきますね。サイコロ2つ足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しです。いきます。はい、よいしょ。うん、ゾロ目。はい。やばい。店長怪人になれる。3と4だ。でも合計で7ですね。はい。よいしょ。はい、貼り付けました。7回抽選です。いきます。1 2 3 4 5 6で次7回目いきます。せーの、ポチ。7回目、ドラフト1位はミツさん。ドラフト1位はミツさんですね。おめでとうございます。よいしょ。ミツさんは2ついったのかな。はい、BGB の876、ノワールの通算6回目ですね。ドラフト1位ミツさん、おめでとうございます。1位と3位じゃないですか。はい、ドラフト2位はウィリアムさん、おめでとうございます。ドラフト3位ね、ミツさん1位と3位です。挟んでおります、ウィリアムさんの。ドラフト4位タマさんです。ドラフト5位が YOZ さん。ドラフト6位ゼンゼンさん。ドラフト7位 FK さん。ドラフト8位トリプル X さん。ドラフト9位 NK53、はい。ドラフト10位がタカさん。ドラフト11位 MAG さん。ドラフト12位トラさん。ドラフト13位ラップさん。ドラフト14位ヒロ16さん。ドラフト15位が、レンドン23さんですね。はい、じゃあ、ノワールいきます。まず箱を取り出して、小箱を取り出してからカードチェックです。お、危ない危ない。よいしょ。店長の、はいね、手やっちゃうとあれなんで、ね、危ない。よいしょ。はい、はい、じゃあ小箱を取り出します。ポップセンチュリーの面白いですよ。よいしょ。トップ黒で傷ついたらポップセンチュリートップ黒はもともときついですって。そういうもんですってね。そういうもんです。でもね、きつくないんですよ。それ普通なんですよ。16なんてもっときついっすよ。今プライスが追いつきましたけどね。うん、箱ジャンボでも箱1リフ以上が1枚だけです。あとは運です。で17からウェーブとかね、できたんですよ。16がきつすぎたんで。なので今年のがね、きついというわけではないですね。
ああ、まあ、でも、まだルーキーですから。逆にね、それでね、初めて知って応援するっていうのもいいじゃないですか。はい。じゃあ、876、1箱目いきます。よいしょ。はい。ね、ザック・コリンズ。応援しましょうよ。ね、7-79 ですね。はい。ちょっと出なそうなんで。よいしょ。はい、まずザック・コリンズルーキーで、ハートさん、5679で、次はジャージのブラウン6299で、ブラッドリーですね5599で、フォックスですね、6499。ああ、そういえば、ジャージでもミッチェル、あんまり見ないね。はい。7-99。で、こっからサイン。誰だ？アイザイア・ライダー。超レアっすね。超渋いっす。はい。15-99。いや、いい選手でしたよ。ね。店長もゲームで使ってましたもん。おお、スポットライトか。マグホ。おスポットライト2枚マジでやっぱあるな。はい、まずスポットライトのルビオですね。声が裏返りました。はい。で、その下もスポットライトです。マジですか、店長。自腹のマグホが。はい、マグホ、マグホです。よいしょ。はい、マグホ行きフルーツです、スポットライト。29のうちに、あ、そっか、ルビオはね、5番、欲しい。はい。あ、そうですね。はい、スポットライトが2枚連続入ってました。これ、すごいね。よいしょ。はい、で、フレームですね。あんまりね、指紋ついちゃうとあれなんで。はい。ジノビリーさん、16-25。ね。はい。パーコン目からスポットライト2枚です。はい。ベースはまず、カイリー・アービング、7679。で、今、次のノワールも募集しております。ぜひご注目すれば本日やります。開催します。よいしょ。はい、カーリアビングね。で、次はコンレイさん2179、エリック・ブレッドソーですね。あ、来た。あの、ウィルソンですね。はい。で、次がモンク8399。お、これいいですね。トリプルパッチのレイアレン、レイ様2425です。いいですね。バックスのパッチ、ヒートのパッチ、シアトルスーパーソニックスのパッチ、レイ様トリプルパッチで、ここでレデンプション誰でしょう。ルーキーオートグラフカラーのテオドシッチですね。はい。で、横型 RPA です。うわーっしゃー、よっしゃー。はい。はい。ね。いや、今日でもあれですよ。そのファンの人が参加してるものが出るんですよ。野球の時、ナポさん参加して、ナポ来たでしょ？ワンワン。でしょ？ねえ。で、ジャイルズのこれ下。ねえ。
さっき見せちゃう。リラードのタグパッチワンオンワン。で、この回に、あ、いないか。この前か。シードさん、この前だ。シードさんいると思ってた。うおー、リラード来ました。ワンオンワンのタグパッチ、オートです。プラチナム、ワンオンワンス。はい。ミツさん取るかな。いや、ノアル時代がすごいです。ノアル時代がすごいです。はい。で、一番下のパラレルは文句ですね。19-25。これホームとアウェーね、集めるととてもかっこいいですよ。で、まだ2箱あります。はい、コンレイさんで3879。出るかな？はい、出るで。出た出た。よいしょ。はい、まずコンレイさん。で、次はドアハワ6479。ジャイルズ、7999。ジョーハート4-99。で、次はダブルジャージ8799。おお、いいっすね。いや、このパッチ、ケース2か3ぐらいしかパッチ出ないですけど、またカリー来ました。ジュオー、マジっすか。すごいな、やっぱりな、面白いな。パニーさん、いいの送ってくれてるよね。ありがとうございます。ねえ。トップさんもお願いしますよ。ね、はい。カリーです。2225。でも最近スターウォーズすごいです。カイロレン6枚ぐらい来てます。で、レイも3枚先出て2枚後出てますから。デュアルオート2つ決めます。ね。はあ、その1人です。すごいですよね。はい。ああ、レイ引いてます。ね。2225パチ。カリーです。で、これ、あ、そっか、マグロだ。プラチナですね。次もね。まあ、いいんじゃないですか、ここの位置でね。はい、デリック・ホワイトのナイキの総集タグパッチ2-5。スパーズ。あ、カエルさん、こんばんはです。はい、2つワンオンワン。で、同じ箱にスポットライト2枚。よいしょ。で、次もスポットライトですね。はい、スポットライトのラリーバード。12-125。はい。で、レデンプションですね。ここはニリキナ。オートパッチルーキーですね。うん。カラーの方です。あ、そうです、この回。14-25のフルーツのパラレルですね。はい。で、4箱目です。グリフィン、3-79。デトロイトになってます。出るかな？出たかな？出てます。よいしょ。はい、グリフィン。で、次はガソール。エヴァンターナー18-49。ランドルですね。7-49。ニリキナ、32-99。お、ダブルジャージの5399ミッチェルとロンゾボール。
はい。で、RPA 横型、トニー・ブラッドリーですね。2399。次、縦型です。アイザック、1499。で、ラストのサインのところが、セイタムジェイソン・テイタムのルーキープライムオートパッチですね。カラーです。テイタムです。はい。で、最後のパラレル、ヨキッチの 9-25 ですね。はい。となります。いやー、すごいですね。やっぱ面白いですね。こんなん簡単にポンポン出ちゃう。野球の言い負けでもいいですけどね。結局スポットライトは3枚ですね。フルーツとルビオが同じ箱。で、デリック・ホワイト5枚。タグパッチオートとリラード1番ですね。で、ルーキーもテータム。ね、出てます。よいしょ。はい。で、参加者の方はね、こちらご覧ください。はい。ドラフトリストをね、店長宛てにメールしていただきます。明日から店長お休みですけど、メールは確認できますので、お決まりになったら、メールしてください。まあ、明日までという決まりは特にないです。お決まりになったら、来週の木曜日までに、はい、お願いします。木曜日にね、日本帰ってきますんで、さあ、リストを作って金曜日には発送には開始したいかなと思いますので、来週水曜日、木曜日までにはお願いします。はい。で、メールに記載していただくことは BGB の番号とお客様のハンドルネームとドラフトリストになります。希望順、ね、上から下、左から右と、ね、お客様ご自由に制作してください。はい。あと、メールの送り先、お間違えないようにお願いします。BGB のね、1番の BGB の番号も BGB の876と記載してください。数字だけだと、店長、検索引っかかんないんでね。BGB、何々と書いてください。はい。じゃあ、2回目のノワール、これで終わります。ありがとうございました。